皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのはかなりやべえ固定を見つけてしまいましたというわけでやっていきます。はい、これね、流行ってもおかしくない可能性がある超爆速超プッパ14コスト一気に使うエミリアメタドラガールやっていきます。エミリアメタカがかなりやばいです。かなりです。もう何度でも言える、かなりやばいです。じゃあとりあえずエミリア行って使おうか。少しでもコスト節約したいんで、何するかというと、まあ、これ今異端現象が裏あれなんですよ、あのアヌビスなんですけど、まあ、ここは別に取られてもいい、最悪にしょうがないからね。俺行くじゃないですか。で行って、でここの車輪にエミリア行きます。で火力出すじゃないですか。ババババババーンって一瞬で破壊してくれるんで、破壊しました。でこれで相手がもうねバラバラするんで、これで取れるじゃないですか。これ取る。で、終わりましたね。はい。勝ちです。これだけです。どうすかどうすかこれ。え、やばくないですかこれ。あまりにも早くないですか。はい。あ、見てなかった。何も見てない。笑っちゃって何も見てない。これで全く見てなかった。というわけで、勝ちですね。ありがとうございました。続いていきます。はい、それでは行きましょうか。お相手がユキンコとシンラ。シンラはタイミング次第ではちょっときつい。エミリアが戻ってきて火ダメージ減少の効果が終わったタイミングでガンってされるとマジできつい。どうなるかはマジで分かんないけど。で、ユキンコはカモです。結構かなりカモ。ちょっと今回札的にアントドアルなんで、シマリスでも置いておきましょうか。あの角度がね、取れてもね、上に切る可能性が高いんで。打ちましょう。でここで、おお、それ拘束するんだ、えぐいな。まあ3体いってるんで中圧全部やるんですけどね。あとはスキルを打ってほしい。取ったね、とりあえず。でスキル発動して車輪も取ったんで回復もするじゃないですか。この回復はえぐいんだよね。エミリアのちょっと足りないあれをね全部なんとかしてくれるんだ。で3体流れてくる。で氷の魔法を使う。で、大型をゴリゴリ削るし、エミリアは戻るんで元の位置に倒します。さあ、クレフラも全部抜いて、シンダも抜いて、チビフォアも抜いて、全部破壊してますね。シマリスあげるか、もうちょい。いっぱいあげとこう。4体いきました、レジシマリス。あ、来ましたね。でもそれもね、氷の方2回でドドーンって、これで4割いけてるんですよね。1回で2割はいけてるのか。かなりやばいな、火力。で、これ一旦芸者がね、ナス裏にしてくれてるんで、封印入れば、まあ、復活できないんですけど、まあ、関係なくって感じでしたね。ありがとうございました。はい、それでは続きましょう。もうこれ、超簡単なんで、持ってる方ぜひやってみてほしいです。本当に強いよ。本当に強い。てか、エメリアこの前 A ランク確定って話したじゃないですか。まあ、A ランク以上確定か。まあ、実際ね、A ランクなのか、A ランクよりも上なのかっていうのはね、まあ、A ランクではあると思うんですよ、絶対に。A ランクはあると思ってます。それよりも上なのかは定かではないんですけど。悟空でも流すか。取れるかな？取れたらメタかなんだけど、する。メタカの仕事は、砦を削ることなんで、ここね、狩られていいんですよ、正直。で、この氷の魔法のとこでエミリアつ。うわ、グラグラエグそのタイミングの。やるなぁ。エミリア見てからグラグラをやら、押したところで多分ね、取ったね、これで。これはエミリア何もできずにやられちゃうね。倒せるけど。倒しはしてくれたね。あ、てか氷の魔法まだ撃ってるわ。あ、倒したね。あ、倒したわ。あれ生きてる？メディア。なんか知らんけど生きてますね、まだ。
ブラドラ、ブラド強トロールに足りまかったんだけど、マジ。あれエミリアはできてんぞ、なんでな。ミニだけどさ、ミニなんだけど、なんか頑張ってはいるっぽいわ。でも死ぬな、さすがに、さすがに死ぬ。うん、さすがに死ぬ。で俺コースない、突発点、ナイス。もう死ぬ、体力ない。バーミヤンって言ったよな絶対今。俺のゾネスは第一切り打つんで、はい、バチなしめちゃめちゃ打つんで、任せて任せて、また打ちますよ。ほら、え、ま、なんでこんな打つんだマジで。俺のゾネスバチなしマジ打つんだよね、まだったんだけど。なんでいや嬉しいんだけどさ、なんだろうね、本当によくわかんない。ブルードに飛んでもらって、ギンさん本体をボコスカ殴ってもらって、まあ、ゴゴ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 ゴドーン、ゴクーゴクーレッツゴー、ゴク天候パンパン、天候さえ発動してくれればいい感じに削れるでしょ。やられそう、やられた。エッチ、ちょっとまた失速しちゃいましたね。ただエミリアのパワーはすげえな、間違いねえな。アマゾネス行って、あば、そこ突然じゃない、あ、撃ったわ、やばなんでいつもこんなに結構意味わかんないよね、こんだけ打つの。ここは別に打たなくていいんだけど、うん、打たなくていい、通常で死ぬのも。ここは、ここ次打ってほしいな、次マジで打つんだけど次は打ってもいいよ、打たなくてもいいんだけど。あ、打った、またやばすぎー、怖えー、マジで何なんだ本気で、怖えー、うちのアマゾネスマジで怖いな、恐ろしいわ、なんでなんだこれ、普通に怖い。さあ行きましょう、やっていくよ。もう簡単だから、砦合戦終わった瞬間にメタが召喚してエミリアをいっぱい出すだけ、以上。簡単でしょ、すごくシンプル、いきましょう。で開幕、うーん、そうだね、じゃあカマキリでも流そうかな。どっちの砦になるかわからないから、今相手が足で3取ったらね、こっち3にメタがいかないといけないし、ガタガタしてる砦よりもね、一直線の方がねエミリア活躍しやすいんだけど、まあこれはしょうがない、それに関してはね。もちろん3まで取れるならばそれが一番いい、そこ見てもらってメタが出して、さあエミリア出して砦で削って、で小隕石の勢いを回避したタイミングで車輪付きの状態で氷の魔法を発動して倒してもらって戻ってきて、砦前守れるのかな、まあ無理だよな。でエミリアのダメージ、エミリアがスキルシマリスで回復を続ける、ゾクリを続けてシマリスを回復し、シマリスでエミリアを回復続けてあげて、そのエミリア死ぬな、耐えてる、でも一応耐えてるな、でもさすがに死ぬな、さすがに死んだね、あ落ちた、おう強い強いね、はい続きましょう。どうですかエミリア、めちゃめちゃ面白くないですか、このスピードで攻めれてこれだけ活躍できるの俺めちゃめちゃ楽しいんだけど、これアリンコも行けばアヌビスの22プラスアリンコ1で多分取れるんで、それで行きましょうか。取った後に第3にまた取りで取れるキャラ出してもらって、アヌビス2のアリ1で多分取れるんで、これは取れないね、しょうがない、これはもう取れないんだらしょうがない、じゃあ行こう。はいエミリア出して、つまり全部奥行ってガガガガガガガってすごいダメージ与えてくれて削ってくれるんで、でもちろんもう寝た、マジかよ、寝ないでよそれ、あスキルに入っちゃった次、あでもスキルに入ったら次治るじゃん、治ればエメリアそのうちスキル封印治ってくれれば復活するんじゃねえかと、倒してくれた、待ってこれやばい、エメリア食らっちゃう、痛い、やめて、助けてあげたい、助けてあげて、あそれ来るシャーク、
じゃあこれ蹴り目でいいや、シャーク浴びだけど、ガガガッと倒してもらって、それで狙いに行く。さあラストの方上に来ましたね。で上にはまたあれ溜まりましたね、スキル発動してますけど、ただマーメイドがかなり嫌だな。どかしますか、取りましょう。したらねサイズ落ちたね。これ横からできるのもやばくない。でこれさ、ここでさ一生ブロックできるじゃない、無理かな、あ無理か、あ無理だ。もうちょい後ろからだったら多分ブロックできるんで、ずっとあやっぱスキル打ったら無理か、スキル打たなきゃブロックできるな、むずいな、いろいろ倒しきってくれれば大丈夫、寝なきゃ大丈夫。さああとは、いやもう使うキャラがいねえ、もう終わったキャラ切れだ。寝ちま、寝かせないでほしい。 OK、 スキル封印ナイス、黒を切って、サイスケ別に攻撃力ないんでそんなに、倒してもらって前へ行きましょう。めっちゃ寝てるな。はい、あラビットやだなそれ、あ寝たからいいや。はい前前前、はい前、はいはい、それ打ってくれれば大丈夫、落ちねえな寝すぎなんだよな、こう詰まってるしな、マミーが寝てるキャラで詰まってるんですよね、マミーだるいね。ナイス、まあ勝てればよし、突破力やばし。はい、それではね行きましょう、ラストこれで締めよう、もうエメリアムソーで終わりて、気持ちよく終わろうぜ。これでガタガタしてんな、うーん、そう中途半端なやつやな、これ開幕大砲使う、当然2発必要なんで、こう打てば確定取れるんで、こんな感じにしてメタラ行きましょう。ガガ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 ガ、行くぞー、レッツゴー、トーン、ドンボーン。さあ氷の魔法、バババババババ、ドド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 ン、はい全部死亡、レッツゴー。やばマジでバグだろこれ、やばすぎるってばよ。もちろん氷の魔法で全部溶けます、溶けます、溶けちゃうんです、しかも全然減ってない、エミリア全然減ってない、あかえどかちった、あエミリア毒入っちゃった、かわいそうに、かわいそうなエミリア毒入っちゃった。これ氷の魔法でさやりきれんじゃね、あもう一枚毒入ってんのか、そうかそうか、あでもこれ逆に吐息でやれない、あやれそう、あ届いてない、ギリギリ、あギリ届いてないのか、うん、カエルギードーンは入ってるんだけど飛ばないで、あ飛んじゃった、取られないでほしいなってか、 やられちゃったな、最後の爪が甘いな、失速してる、よくない、クレフラは死んだけど、虹上の虹アーチャーきついし、まあ、クレフラ今倒したけど、クレフラもめちゃめちゃきつかったし、もう最悪だね、まあ、タンゴ俺無理だし、さあ後ろどう止めようかな、あダメージはもう入ってるんで、あとはもうなんか砦を守れればとりあえず大丈夫なんだけど、あ潰れない、潰れない、潰れて OK、 うーん、上が基地、これはこれ剣士だな、ずっと、オッケー、でもダメージは勝ってるんで大丈夫、一発入ってもそれで守ってもらって、ちょもうパンダしかキャラいないってベビーの前にパンダ切りやす、俺俺というわけでね、一応勝ちですね、はい。
途中後半失速するのよくない、なんか押し切る中型を引けてなくて白前のガチャガチャが突破できなかったんだけど、エミリアやばいでしょ。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。エミリア&メタガです、いかがでしたでしょうか。いや、めちゃめちゃ強いよね、突破力やばいでしょ。どの方来ても全部ぶち壊してる、マジで。え、これ流行るんじゃないの。普通に流行ってもおかしくないレベルだと思うんだけど。対策方法は先に上げていくと、まあ、1個目はスタードラゴンの第2スキルの流星をエミリアの戻ってきた後にぶつけること。え、それじゃあ大型戦勝てないじゃんって思う人いるかもしれないけど、別にスタドラで大型戦勝たなくていいでしょって話で、エミリアで9コス使ってるんだから、スキル1回で9コス消し飛ばせるならそれが一番いいでしょっていうところですね。なので、まあ、スタドラはかなり有効で、もう1点はコロボックル、まあ、コロボックルアンチなんで、エミリアはコロボックル出されたら死にます。本当に無理、エミリアのスキル発射地点にコロボックル打たれるだけで何もできずに死にます。なのでそこら辺が対策かな。それ以外にはマジでめっぽう強いねかなりやばいと思うこれ。エミリアだけだと、いやー、やっぱ火ダメージ減少効果があんまね、めちゃめちゃ高いわけじゃないから、まあ、死ぬよなーみたいなところあるじゃないですか。 HP 足りねーみたいな、足りるんですよね、だって回復するんだもん、わだちで。やばすぎる。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。